本社の講演は中山徹さんです奈良女子大学教授で大阪自治体問題研究所理事長でもいらっしゃいますお話のテーマは政治変革の可能性と大阪の展望ですえご紹介いただきました中山ですそうしましたら今から40分ほどですけども、えー、今年の夏から秋にかけてどういう政治状況が生まれそうなのかね。でその中で まあ、今その大阪のこの維新不正維新姿勢それを打開していく展望をどういうふうにあのこの夏から秋にかけて我々は考えていけばいいのかねでその,その先に見えてくる新しい大阪というのは一体どういうものなのかねそういったことを40分ほどですけどもお話しさせていただこうかなと思います。まずあのこのの年というのは えー、おそらく、あの、事態がこのまま推移すれば。あの、歴史に残る都市になる、えー、そういう都市ではないかなと思ってます。で、あの、ご存知の二千二十一、あ、二千十二年の十二月に。第二次安倍内閣ができまして、えー、それ以降、いわゆるアベノミクスが続いてきたわけですね。で、アベノミクスはいろんなことをやりましたけども。例えば、国民生活との関係で言うと、消費税率を二回。 続けてあげました最初の値上げは8%にしたんですがこれは3党合意に基づいて安倍内閣の時に引き上げてで2019年に10%に上げたわけですね。でさらに安保法制とかねそれから行政の私物化と言われているものそういったさまざまなことを安倍内閣は行ってきたわけですね。それで安倍総理は健康上の理由で9月に退任されましたが。 それを引き継いだのが今の菅内閣ですで、菅内閣というのは安倍政治の延長線上に位置づけられるものですが同時に安倍政治以上の強権性を持っているのではないかなそんな風にも指摘されていますご承知のように一番最初にあったのは何かというと学術会議の任命拒否から始まりましてこの国会でもいろんなことを決めました 後期高齢者の個人負担の引き上げとかこれだけコロナで病院が大変だ大変だと言っている時に病床を削減するとかですねでまた安保法制とかその延長線上にもありますけれども基地とか重要なそういったところ周辺の土地利用規制を行っていくとかですね憲法改正につながっていく国民投票法を決めていくとか。 そういったこう安倍政治の延長線上のことをさまざまなことを行ってきたわけですね。それ今何をしようとしているかっていうと、もうご承知のように何が何でもオリンピックをやるというね、そういう方向性で今進んでいってます。で菅総理が何を考えているのかまあそれ本人じゃないのでよ分かりませんけども、でもまあおそらく総理が描いているシナリオっていうのは。 えー、オリンピックを成功させるで一方ワクチンを急速に普及することでコロナを封じ込めるで今、えー、30%台前半まで、まあ、あの下がっているようですけどもこの内閣支持率をそれによって引き上げて総、えー、選挙で勝って総裁に再任されていくねおそらくそういうシナリオを描いているのではないかなと思います。でところが えー、専門家の分科会でもいろんな発表がありましたけども、えー、今後オリンピックを強行した場合何が想定されるかと言いますとおそらく7月から8月にかけてコロナの第5波が来るんではないかで最悪の場合オリンピック開催中に第5波が来て、えー、大変な事態に日本はなってしまうんではないか。でまた いろんな専門家の方が予測されてますけどもたとえ無観客でオリンピックを行っても非常事態宣言が避けられないんではないかでまた突然変異種が蔓延していくで医療が崩壊していくで高齢者にはある一定のワクチン接種が進んでいますけどもまだワクチン接種が進んでいない30代から50代ぐらいで重症者が増加していくんではないか。で再び 非常事態宣言が出されると、えー、地域経済極めて深刻な打撃がまた加わるのではないか、えー、そういったことがオリンピックの強行によってさまざまなところから指摘されているわけですねで、国民にとってじゃあどんなシナリオが望ましいかということなんですが当然オリンピックは中止もしくは延期して、えー、最大限の対策をコロナの感染 拡大に対策を集中させていくでただ同時にですねオリンピックが中止延期されればおそらく菅政権は、えー、もう退陣を余儀なくされるねでこれを単に菅政権の退陣にとどめるのではなくって政権交代へつなげていくようなそういうことができれば国民にとっては非常に望ましいシナリオではないかなと思います。いずれにせよオリンピックの中止延期 もしくは総理が描いているような強行いずれであっても菅政権が行き詰まっていく可能性が極めて大きいというのが今の状況ではないかなと思います。で振り返りますと1993年に当時はバブル経済が崩壊して日本経済が大変になっていったんですがそれを尻目に当時の自民党は何をしてたかというと派閥政治を次々と行いまして。 総理の首を変えていくことで自民党政権を存続させていくねでところがもうそれがどうしようもなくなってとうとう内閣不信任が通ってしまうでそれで当時の自民党の若手であった小沢さんとか竹村さんが自民党を飛び出して新党を作っていくねでそういう中で何が起こったかというと日本新党の代表であった細川内閣が誕生していくっていうことが起こったんですね。 でさらに年にには小泉構造改革が完全に行き詰まりまりすで。当時何が大きな問題になったかというと、えー、総選挙でで自民党がが地方で全く票が取れないで。その時何が小泉構造改革でもたらされたかというと、えー、一つは市町村合併それから三位一体の改革で地方からお金を引き上げていくでしかもその一方では何をしようとしたかというと農産物輸入自由化です。 でこんなことではもう地方が成り立たないということで当時は地方の反乱と言われたことが起こってそれで自民党が地方では全く票が取れないということが起こって2021年安倍内閣を引き継いだ菅内閣が大きく行き詰まる可能性が出てきてます。 これは単にコロナ対策に失敗したというのではなくってそのこれだけ庶民の生活が苦しいにもかかわらず大手企業の利益は保障していくで国民の負担は拡大していくで一方では安保法制さらに憲法改正でそういうことをしながら行政の私物化この間何人もが逮捕されたり自民党を離党されてますけどもそういったことをはじめ非常に深刻な行政上の問題も。 起こってきてきますでこれは何の行き詰まりかっていうとアベノミクスの行き詰まりをオリンピックで打開しようとしている菅内閣のシナリオが行き詰まっているそういうふうに考えられるんではないかなと思います。でおそらく8月から9月にかけてもしオリンピックを強行するようなことがあったとしたらで仮にオリンピックを断念するようなことが起こったとしてもですね 菅内閣が行き詰まって政治の流動化が急速に進む可能性が極めて大きいんではないかなと思いますで。これは小さな流動化ではなくてですね先ほど述べたように3回目の政権交代に発展するような非常に大きな流動化が起こる可能性が極めて大きいそういう今政治状況に刻々と近づいていっているんではないかなと思います。でもちろん こういう政権交代っていうのはあの単純にあの簡単に動いていくわけではもちろんありません、えー。菅内閣に見切りをつけた自民党が一体どう動いていくのかねでまた、えー、与党的野党って書いていいのかどうかなんとも言いかねますけどもまあ,あの維新とかですね、えー、都民ファースト減税、えー、日本こういった えまあ野党というか与党というかよく分からんところが一体どう動いていくのかねでまたその一方でえ肝心要の野党共闘がどう進んでいくのかねでそういったことをえ踏まえながらこの大きく政治が流動化していくそういう時期に今から差し掛かっていくんではないかなと思います。でじゃあそういうううういいい時にこのの大阪っていうのがどういう役割を 果たしていけるのかということなんですがあのやっぱりこの政治の流動化っていうのをこのアベノミクスですね小泉構造改革からアベノミクスへ流れてきたこの新自由主義的な改革これに対抗していく方向性をきちっと打ち立てていくっていうことが、まあ、大阪に課せられた非常に大きな役割ではないかなと思います。 でアベノミクスの継続と住民生活の向上地域経済の発展地方自治の発展というのは両立しません。でこの菅政権安倍政権から菅政権へ流れてきたこの流れをねどう断ち切っていくのかねこれを政権の中のたらい回しとかですね場合によっては、えー、与党的野党も加わったような新たな政権にとどめてしまうと駄目、えー、だと思いますね。 でこの8月から9月に生じるこの大きな政治の流動化この可能性をどういうふうに地方の安定や発展の方向に生かすことができるかどうかねであの特に大阪府民との関係ではこの今まで維新が何をやってきたのかねで維新の実態をきちっと知らせていってその維新の改革勢力としてのイメージを払拭できるかね。 で要するに現状に不満を持っている府民の期待を維新に流してしまうのではなくってこの大きく流動化していくで秋には総選挙がありますけどもその総選挙でこの不満を持っているさまざまな市民の期待を、えー、地域を発展させる方向にきちっと向かわすことができるのかどうかねでここに一つの大阪の大きな役割があるんじゃないかなと思います。 それから、もう一つの大,大阪の大きな役割はこの今まで皆さんをはじめ大阪で取り組んできたこの維新との関係です。で政治が大きく流動化するような時は間違いなく維新のような政党が大きく動くわけですね。でこういったまあ与党というか野党というかようわからん政党がどういう役割を果たすかというと最大の役割は 今の政権与党菅内閣それに対する批判票を野党共闘に流れるのを食い止めるというねそこに彼らの大きな役割があるわけですねで、まあ、あんまりこんなことを考えたくないんですけどもね与党が過半数割れになったとしても維新がもし議席を伸ばせばですね自民公明維新という最悪の連立政権が誕生しかねない。 で自民党以上に新自由主義的な政党が与党の一角を占めるようなことになればこれはもう国民にとって極めて危険な政治が、えー、進められてしまうのではないかなと危惧します。でこれほど維新が、えーまあ、権力志向の強い維新ですこの流動化する今の政治の中でどうすれば自分たちの権力志向を実現することができるのかね。 どうすればさらに大きな利権に食いつくことができるのかねでそういったことを維新は着々ととと考え、実行ししようとしていると思いる思ますで。そういう状況の中で大阪の我々はそもそも維新が、ね、大阪で一体何をしてきたのかねでそのもし維新が大阪でしてきたことを国政で実施すればね一体日本の国はどうなってしまうのかね。 でこの、えー、維新の幻想ね、でこれを全国に伝えて維新の全国展開を食い止めていくね、そういう役割を大阪は積極的に果たしていく必要があるのではないかなと思います。でまた維新の議席っていうのはなんぼ全国展開するすると言ってても大半の議席は大阪そして関西なんですね。でここで維新の動きを食い止めることができれば。 えー、その維新が与党に加わっていくっていうことはありえないことになりますし維新の野望を断ち切るることとができるんできはなないいかなと思いますで我々大阪に課せられたこの大きな課題っていうのはこの政治が流動化していく中でその維新の実情を全国にどう知らせていくのかねでこの大阪・関西で維新の動きをどう食い止めていくのかね。 でこれは大阪の課題であると同時に全国にととってても極めて重要ななな課題ではいいかなと思いますで大阪のもう一つの3つ目の大きな課題は何かというとこの大阪の地でこの今のアベノミクスそれで菅政権それを食い止めていけるような新たな展望を見いだせるような野党共闘をこの大阪で どう発展させることができるのかねでここが大阪に課せられた三、えー、つ目の大きな課題ではないかなと思っていますで野党共闘が、えー、小泉構造改革やアベノミクスによる新自由主義的な改革をどう評価していくのかねでここはやっぱりかつての民主党政権とはかなり大きく変わってきていると思いますねで当時の民主党政権は あの大型公共事業批判とかしてましたしえ事業仕分けとかもしてました,でただその一方でや、えー、ゆる新自由主義的な改革をどう評価するのかという点では残念ながら弱点がありましたしまた沖縄でも、えー、最初は最低限県外と言っていましたが最終的には辺野古になってしまう、えー、そういった大きな弱点も抱えていました。 で残念ながら東日本大震災でも、えー、必ずししもききちっっととたた対応がででなななかったんではないかはいい思ますでそういう意味では今の野党共闘っていうのは、えー、新自由主義に対する対応っていうのもかなり明確になってきてますしまたそもそも野党共闘がスタートしたその原点というのはこの安保法制憲法改正へ流れていくこのような政治に対してやっぱり立憲主義を掲げているこれが野党共闘の原点でしてね。 このの辺もかつての民主党政権ととは大きな違いいがあると思いますでもそういった野党共闘っていうのがどういうスタンスで大阪の地で発展していくのかねでまた野党共闘っていうのがこの地方自治とか市民生活とか地域経済に対してどういった公約を掲げていくのかねで特に維新が力を持っているでそういう大阪で 野党共闘っていうのをどう進めていくのかねでここが秋に向けて大阪にとっては非常に大きな課題になるのではないかなと思います。でそういったことを踏まえましてねこの秋に非常に大きな政治の流動化が起こる可能性もあるんですが大阪にとって非常に大きな課題は2023年の知事選挙市長選挙なわけですね。で あのこの秋の大きな政治の流動化でそれがこの知事選挙市長選挙とどう関わってくるのかということなんですが、えー、もしもしというとちょっと怒られるかもしれませんけどもこの秋に大きく政治が動いてですねその自公政権から野党共闘をベースとした政権に変わっていった場合ね 国政の在り方が大きく変わっていくのは間違いがないと思います。でそんな簡単に政治の在り方が大きく変わってですねただひたすら国民が望んでいる方向に政策が展開されるっていうようなそんな単純な事態でないことは重々承知しているつもりです。でもそういうい政権が誕生した場合 限りななく可能性が広が広るのは間違いいいと思いますね。でおそらく今の野,野党共闘のさまざまな文書なんかを読んでますとやっぱり新自由主義のこの弊害を是正していくね、えー、ここまで広がった格差をどう是正していくのかねで一方では市民生活をどう向上させていくのかねでおそらくそこには消費税率の引き下げそういったことも入ってくるのではないかなと思います。でまた えー、この間進められてきた行政の公共性を破壊する動きねそれに対して行政の公共性っていうのをどう回復していくのかねでさらに地方自治の発展をどう進めていくのかね地域経済の回復をどう図っていくのかねでこういったものをもし野党共闘をベースとした政権がこの秋以降できてくれば こういったことが政府の政策のあり方として議論できるようなね、従来とは全く違った状況が生まれる可能性が今広がってきているのではないかなと思います一方ですね残念ながら大阪を見ますとねまだ知事選挙も市長選挙も先です大阪では仮に国政が大きく動いたとしても 維新が相変わらず新旧主義的な政策に固執してですね、まだカジノに依存した経済対策を進めるというね非常に奇妙なことがこの秋以降起こりかねません。ただまあ野党共闘をベースにした政権ができるとカジノが日本でできるのかどうかっていうのはこれは議論の余地がありますけども、ただあの一方では国政が大きく動いていったとしても。 大阪では相変わらず維新不正維新姿勢が続くという。まあ、ある意味で異常事態が起こりかねないと思いますね。で、そういうことが起こりますとね。その国政に野党共闘をベースとした政権が誕生して具体的に動いていくにもかかわらず、大阪はまだカジノとか言っているというね。維新のこの特異性っていうものが大阪でも全国でも。 明確になってくるんではなないいかなと思いますで現在はね政府が真珠主義的な政策を進めて維新は政府の庇護の下で政府以上の真珠主義的な政策を残念ながらこの大阪で進めているわけですね。であの政権が変わった場合ね先ほども言いましたように政府は真珠主義的な 政策の弊害を是正する方向に動いていける、そういう可能性が広がっていきますけども、維新はまだ相変わらず大阪で親従主義的な施策を進めるというね、えー、困ったことが起こりかねません。でこれは我々が考えてきた自治体とは全く立ち位置が逆でしてね。でかつて1970年代に革新自治体ができましたが、その時は自治体はどういうことを進めたかというと、 当時の高度経済成長策で、そういったものが大阪府民にさまざまな困難をもたらしたんですがそういう困難から自治体はどうやって政府の政策から市民生活を守るのかねそれがいわゆる自治の原点だったんですね。でところがこの秋以降状況によっては全く反対にですね政府がこの格差をどう是正していくのかどうやって地域経済を回復させていくのか そういうことを考え始めているにもかかわらず、維新はまだ競争だ格差だカジノだということを言い続けるとですね、これは一体地方自治とは何なのかね、あのそういうことが問われるような状況になるのではないかなと思います。で、あのこの秋にどういう事態が起こってくるのかね、まあその事態がどうなるかっていうのは、まあ我々国民の関わり方にかかっているわけですけども。 状況によっては維新政治よりも先に国政が変わるというそういう大きな可能性が今出てきているんではないかなと思います。でやっぱりこの秋に政権が動いた場合2023年の知事選挙市長選挙は新しい政府が進める政策を大阪でどう発展させていくのかね。それの 可能性を握るような自治体をどう作っていくのかというような選挙に大きく様変わりするそういう可能性すら今出てきているのではないかなと思います。ですからこの秋の国政選挙っていうのはこの国政選挙がどう動いていくかっていうのはまあ国民の働きかけいかんによって決まっていくわけですけれどもその状況によっては維新の置かれている位置も決定的に変わりますし。 我々がこれから考えていかなければならない2023年の選挙の様相も全く変わってしまうねそういう条件を秘めたこの秋の政治状況ではないかなそのように考えてます。でただそういうことを進めていこうと思いますとねやっぱり大阪で共同というのをどう発展させていくのかね特に秋に向けて大阪で共同をさらにどう発展させていくのか。 ここにに非常に大きな今鍵があると思います、ね、で今まで進めてきた反維新の共同っていうのは、まあ、従来からある革新層と反維新の保守層が共同していくでこれは全国的に見ても極めて優れた、えー、共同が大阪では実現してでそれが、えー、2度も、えー、都構想の住民投票を、えー、止めるという画期的な成果を収めてきたわけですね。 でその成果を収めてきたのはこの反維新の共同にあったと言過言ではないと思います。で政党レベルで見ると自民党と共産党の連携にどちらかというと注目が集まっていうと思いますでこの夏から秋にかけてそういった今までの共同に加えてですね野党共闘っていうのを大阪で急速に発展させていく必要っていうのがあると思いますね。 でこれは単に秋の大きな国政レベルでの動きに対応するだけではなくってその大阪でその従来の共同に加えて野党共闘が分厚く成長していくことができればね要するに反維新の共同に加えてその新たな野党共闘が大阪でもっともっと成長していくことができれば。 おそらく2023年に向けてあの今までの共同に加えてさらにさまざまな新しい共同主体形成が進んでいくのではないかなと思いますでおそらくその一つの大きな鍵を握るのは労働戦線にあるのではないかなと思いますでこれはこの間の国の動きを見ててもそうですけども残念ながら今後どう動いていくか分かりませんが立憲の方が で共産党とは政権を一緒にできないということを表明しましたけどもあのその、えー、裏にあるのは連合との関係ですねでこういったこう労働戦線が大阪でもどう動いていくのかねでどちらかというと今までの共同は従来の革新層と保守層の共同っていうの自民党と共産党の連携っていうのに注目が集まっています。 でそれは大事だしそれもさらに発展させていかなければならないんですが労働戦線も含めてその野党レベルでの共闘っていうのが今後大阪でどう進むのかねそこに一つの大きな鍵があるんではないかなと思います。でさらに、えー、大阪でこの維新政治を終わらせていくさらにこの秋に大きなこう政治の変革を成し遂げていく。 でそれを大阪から進めていくためにはです、ね、我々大阪の人間がこの維新政治を退陣させていくで国政を変えていくでそうすることで大阪でどういう夢が広がっていくのかねで一体今何が争点なのかねでそういったことをあのきちっと明らかにしていくことが必要じゃないかなと思います。ですから一つは この大阪で維新が何をしてきたのかっていうことを明らかにしていくということもう一つは、えー、そのいわゆる新自由主義的な改革や維新が取り除かれた場合どういう大阪が展望できるのかねでそういった夢を語っていくということが今非常に重要ではないかなと思います。で維新の今最大の柱はカジノですね。 でもご承知のように大阪の IR 計画はこれはもうどこをどう見てもすでに破綻しています。でなぜまだこれにしがみついているのかあのまあ,あの科学的に見ればまあ明らかなんですが残念ながらあの今の大阪府政市政はなかなか科学的に見てくれないのであのまだしがみついてます。で今まで維新はカジノではない IR だと言ってきたんですけども。 もうそもそもその中心であるカジノはカジノの企業はですねもう今コロナの影響を受けて巨大な投資はもう全く困難でしてねで今更大阪で1兆円を超えるような投資をするなんていうことはもう限りなく不可能です。でむしろカジノは 限られた財源をその巨大な施設型のカジノではなくって今日来られてる方もし興味があればあのインターネットでオンライン型カジノとかって検索していただいたらもうあの、えー、オンラインでできるカジノの宣伝がダダダ,ダと出てきます、まあ、見るだけでされない方がいいと思いますけども <laughs> あのもう大量に今そういうのがありましてね。 で今今時世界中から、えー、大量のお客さんをカジノに集めてきてそこでお金をかけさせてというよりもいながらにして莫大なお金動かしてくれるオンライン型カジノをどう進めていくのかねそこに投資を集中させていくっていうのがカジノの大きな投資戦略になっていってるわけですねでところが大阪の IR 計画っていうのは1兆円を超えるような莫大な投資が必要なオンランド型 施設型のカジノ計画になってるんです。で、これはあのコロナ以前に建てられた計画でしてねコロナが、えー、襲来した後ではもう完全に時代遅れの産物になってますでこれはカジノにかかわらずね我々の大学もそうですけども、えー、従来では考えられなかったぐらいの速さで、えー、オンライン型の授業が進んだりウェブでいろんなことをやったり会議ももう今半分以上ウェブになってますし。 もう東京の会議もどんどん今なくなっていって Zoom で会議やるとかね、まあ、それが全てそのままいいかどうかっていうのは議論の余地はありますけどもさまざまな分野でカジノコロナ前とコロナ後では変わってきてるにもかかわらず変わってていいいいなななのののは大阪カジノ計画だだけんんですねねこんな時代遅れの産物にまだしがみついている、ね、でもうすでに巨大な国際会議場や展示場やホテルを作って カジノではない I. R. だと言ってるけれども。そんなものができるめどっていうのは、もう今全くないわけですね。<laughs> で、このまま進みますとね。おそらくカジノビル誘致になると思います。で、I. R. なんかもできません。で、しかも、カジノビルが誘致できんのも万博後になります。で、カジノが来ることで、大阪に莫大なお金が入ってくると言ってましたけれども。そんなもん、全く入ってくるあてもありません。 でカ,ジノカ,ジノカジノ事業者に地下鉄の整備費用も出させるって言ってたけども、えー、万博ができるまでにカジノオープンしてませんから一体誰がお金をを出して地下鉄を作るのかも分かもりませんでこのまま地下鉄作らなかったら万博会場までみんなバスで行かんとあかんわけでねそんなことできるはずがないわけで一体誰がインフラの予算を出すのかねで当初考えていたのとはもう全く変わってしまって。 カジノが来たら大大阪阪は儲かるとと言っててたたけども、反対ににの財政負担ががほぼ確実に増えいいくと思いますで。カジノが来たら雇用も増えると言っていたけども <coughs> そんな国際会議場やホテルは立ちませんで全くと言っていいほど雇用効果も期待できないねでそういう状況にも今、まあ、明らかなんです。にもかかわらずこんなカジノ計画に大阪経済を委ねていいのかどうかね ここが今問われているわけですね。で、あの大阪が今経済的に厳しいのはもう明らかです。で、でもこれはまあ大阪に限らないんですが、なぜ日本がね先進国の中でこんなに経済が厳しいのかね。で、まあこのグラフを見ていただいたらお分かりのように、日本はこれは実質賃金が全く伸びてません。で、他の先進国に比べると。 日本は実質賃金が低下の一途をたどっているわけですね。で、個人消費っていうのがだいたい経済の6割ぐらいを占めてます。で、個人消費の低迷が日本経済、日本の地域経済の低迷を招いているもう最大の原因でしてね。これほど単純な話はありません。 でこの個人消費をどう拡大するのかねここに日本経済や地域経済を打開していく大きな柱があるわけですね。で今この大阪の地域経済を打開していくために重要なのは大阪の府民の消費をどう拡大していくのかねもうここに尽きると思いますね。でところが 維新はそういうことを考えずにですね、この間何をやってきたかというとインバウンドに依存した大阪経済の活性化を進めてきたわけです。で、それが失敗だったっていうことはもうコロナにコロナで鮮明になったと思います。で、ところがそれを全く反省せずにまだカジノにしがみついているこの異常さね。で、大阪大企業の内部留保をきちっと賃金に回して。 個人消費の拡大につなげていくね大手企業に集中している収益を中小企業に回す仕組みねで大阪には大手企業が多数立地しています自治体がきちっとした規制をかけることで政府,政府が変わればですね政府と連動してそういうことも実現可能ですで今大阪経済をめぐる争点はどこにあるかっていうと <coughs> カジノに依存した地域経済の活性化を図るのかね個人消費の回復を軸とした大阪経済の活性化を図るのかねここに大阪経済をめぐる最大の争点があるんじゃないかなと思います。ですからもう一つ大きなポイントは何かというと公共性の回復によって市民生活の安定を図っていくということです。 でこの間維新政治は何をやってきたかというともう何でも民営化ですでどん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 民営化をしていって福祉を解体していくねで財源が多少は浮きますで。その浮いたお金の一部を何,何に使ったかというと市民へばらまくということを大阪府や大阪市はしてきたわけですねでその市民からしますとね今まで有料だったんが無料になるとうれしいのは当たり前です でも、その財源は何かっていうと、えー、今まで行政が担ってきたさまざまな福祉や市民生活を支えてきたさまざまな施策施設ねそれを解体していくねでそこで捻出したお金を市民に一部ばらまいてきたわけですね。でそうではなくって大手企業にを収益にきちっとした課税を行っていくね。でそれによって福祉予算を 確保し福祉施策の拡充を図っていくで、市民生活に寄り添った行政をもう一度回復していくね福祉というのはやっぱり行政が中心を担っていくべきものではないかなと思いますで、今大阪の市民生活をめぐる争点は何かね福祉を解体してそれで浮いたお金をばらまくようなね金銭給付を進めるのかね そうとは違って公共性をもう一度回復していくのかねここに大阪で市民生活を安定させていくね大きな争点があるんではないかなと思います。から3つ目の大きなポイントは教育ですねで維新は今まで何をやってきたかっていうともう徹底した教育ですもう全国的に見ても異常なほどテストテストです。 でコロナがこれだけ厳しくってもテストをやるねでしかも公教育を軽視して、まあ、別に塾が駄目だと言いませんが塾に行くお金を助成するとかねでそんなお金があったら公教育をもっときっちりやったらいいと思うんですけどもでしかも一方では何をしてるかっていうと子どもが減るでだから小中学校不立高校の縮小を行っていくね公教育の縮小を進めてきてるわけですね。 で一方そこで働いている先生には徹底した締め上げねでそういうことを行って先生方が自由に、えー、自分たちの考えできちっとした教育をすることができないような、ね、状況に追いやってます。で今大阪のの教員採用試験の状状況況はもうさんさんたる状況で,す、ね、でまた教える内容も歴史を修正するようなことを平気でやっていくね。 でこういったことを学校教育の場ででやっているわけですねで今大阪の教育をめぐる争点は一体どこにあるのかといいますとね子供の数が減っていきますでそれを、えー、理由に高教育の縮小を図っていくね競争を押し付けながら高教育をどんどん縮小させていくそれが維新の教育行政の柱ですけどもそういう方向を進めるのかね。 子どもが減少したらどうしたらいいかっていうと今回小学校で40人学級が35人になりましたけれども少子化対策をしっかりやりながらもしばらくは子どもが減りますそうしたら35人学級を今度30人学級にすればいいわけでね高校40人を30人に変えればいいわけでねもっと子どもたちの学びやすい環境を作るのに子どもの減少を生かしていくね。やっぱり子どもが減っったからといって、 公教育を縮小させるのではなくてそれを活用して公教育の充実を図っていくというねここに教育をめぐるる大きななな争点があるのではいいかなと思いますでそれから維新政治との関係では最後になりますけれどもこの科学的民主的な政治運営を回復させるのかどうかねで先ほど冒頭のご挨拶でもありましたが この非科学的な維新のコロナ対策が大阪の医療の崩壊を招いてね死者数第一位になった最大の原因だと思います。現場のあのコロナで一生懸命頑張ってる現場の意見を聞かずトップダウンで政治を進めていくそれがコロナで大変な思いをしている職員をさらに疲弊させるねそういうことを進めてきたのではないかなと思います。 で維新政治っていうのは敵を作り出して市民を分断するね反対者には恫喝をしていくでこういった強硬政治を進めてきたと思いますでトップダウンとリーダーシップは違うと思いますね本来であれば当然不民ですから意見の違いはありますでもいろんな意見を出してもらう何が正しいかを科学的民主的に議論するその上できちっと決めて先頭に立って実行していくね でそういったことが本来求められるリーダーシップであって今のような維新はトップダウンこれはもう独裁だと思いますね。で今この維新,維新の政治運営をめぐる争点はこの独裁そういう維新政治を進めるのか科学的民主的な政治運営を回復させていくのかねここに大きな争点があるんじゃないかなと思います。で、 あのこの維新政治の転換を図って今言ったような大阪を築いていくわけなんですけどもあのそれをどう進めていくかということなんですが維新政治の転換というのをこの国政の転換とともに考えていくっていうことが今非常に重要じゃないかなと思います。でなぜ維新が力を持ったかというとやっぱりこの間ずっと続いてきた新自由主義的な改革ねこれがもたらした格差。 地域経済のの低迷、市民生活の不安定化、その不満の受け皿として登場したのが維新政治なんですね。であの維新政治っていうのは新自由主義に反対するのではなくって新自由主義的な改革をさらに進めることで問題が解決するように描いてきたわけですね。で、あの 今までこれは若干私の反省も込めてなんですけども今まで維新政治の転換というのをあまり国政の動きとは関係させずに大阪独自の課題としてててて捉ええてきてたな、なそんなふうに考えてます。でも維新政治が小泉構造改革やアベノミクスとの関係で誕生し発展してきた以上ね維新政治の転換というのは国政の転換とともに考えていくべきではないかなと思います。 で確かに自民党も反維新連合の、えー、一つの大きな軸を担ってますで都構想などの個別施策については政党と関係なく連携すべきだと思いますまた全ての自民党を排除する必要も全くなくってですね地域によっては自民党っていうのはもともと与党ですから、まあ、幅広いいろんな人が参加してますで,ですから別に自民党を最初から敵にする必要は全くないんですけども やっぱり国政の転換と維新政治の転換というのを統一的に考えるようなあのそういう時期に今来ているんではないかなと思います。でそういう意味ではこの最初冒頭でも言いましたが秋の大きな政治の流動化のもとでね中央の政治を変えていく。 でそれを大阪がこの維新と今まで戦ってきたさまざまなものを教訓にしながらこう維新政治の実を知らせていくその中で中央の政治も変えつつ維新政治も変えていくようなねやっぱりそういう方向性を今きちっと展望するべきではないかなと思います。そしししたたらら、えー、最後ででですけども、も残念ながが、えー、ご挨拶でもありましたように、大阪で医療が崩壊してね、 適切な医療を受ければ助かった人がたくさん亡くなってます。で、この維新の非科学的な考え方、都構想、家事の条例優先の姿勢が招いー、人災と言えると思いますね。同じことをこの夏に大阪へ全国で引き起こしてはダメだと思います。で、大阪府や大阪市に必要なコロナ対策を取らせると同時に、大阪でも国政変革の大きな波を起こしてね、 でそれを維新政治の転換につなげていくようなねそういう働きかけをこの時期に我々は進めていく必要があるんじゃないかなと思ってます。まあ、というようなんで若干時間がちょっと過ぎました以上にいたします。 午後六時三十分、L 大阪を予定しています。ぜひ皆さんもご予定お願いいたします。